はい、ヤフーニュース見てます。なんか最近このもう米中貿易戦争だけじゃなくて米中との戦いがすごく激化してます。ファーウェイの、CEO の娘が、カナダで逮捕されて、ファーウェイショックが起きました。ファーウェイ事件というかファーウェイショックです。投資家からするともうファーウェイショックです。ファーウェイの、ショックでもう、中国株も売られて、日経も売られて、大変なことでした。で、こういうの始まったら、もう続いちゃうんですよ。中国は、まあ、そのアメリカの要請であって、やった、中国人の、逮捕を受けて、中国も本気になっちゃって、結局、カナダ人を、こういうふうに、大量に拘束しだすんです。なんだろうな、このなんだろう、中国が、まあ、拘束する、ここに書いてるように、まあ、何人か拘束してるってことなんで、やっぱりその中国って、そのなんだろう、人権家の弁護士が拘束されたりとか、逮捕されたりしたりするんで、その自分の国にとって良くないことを言ってる人とか、あと、その自分の国のそのなんか政策とかやってることに違うことを言ってる人とかは、すごく厳しくこの 処罰する、いわゆる共産主義的な、社会主義的な、共産主義的な部分が一面、やっぱりどうしてもあるんじゃないかなっていうふうには、まあ、見えてきます。まあ、人権弁護士とかのもう逮捕されて、なんか監禁されてるとかいうのも結構ニュースになったりとか、もうしょっちゅうやってるぐらいで、まあそういう意味では、まあなんだろう、ちょっと遊びに行くようなあれじゃないと思います。なんだろう、ちょっと遊びに行くっていうのは、なんかちょっと間違えて、なんかそういう軍の基地に、軍の基地の周辺歩いたとか、そういうのやっちゃうと捕まっちゃうんで、やめた方がいいです。軍の基地の周辺とかちょっと歩いてみようかなとか、あとなんか公共の建物とかでも周辺歩いたりしたらちょっと怪しまれるんで、そういうとこ行かない方がいいです。行かない方がいいっていうのは、設定捕まえて、それを材料にして、なんか交渉に持っていこうとするのが、まあその世界的な、なんだろう、交渉術みたいなところもあるんで、特に中国に行く人は注意した方がいいです。公共建物とか特に行かない方がいいです。軍の基地の近くとかね。あと、まあ北朝鮮が関係しているようなそういう場所、まあ国境付近とかね、まあ、国境付近に行く人とかほとんどいないと思うんですけど、そういうところ行っちゃうと本当に捕まえられるんですよ。なんだろう、その治安を、なんだろう、中国の治安をなんか揺るがしたとか言って、やっぱりその北、なんだろう、軍事もそうなんだけど、結局、スパイだとか思われちゃったりしたりとか、何でも言いようがあるわけで、それに当てはまるその国内の法律を駆使してくるわけだから、はっきり言って行かない方がいいですよ。そういう国は行かない方がいいです。めちゃくちゃなところがあるんで、はい。と、まあ僕は思うんですけど、まあ人によってもちろん行きたいっていう人もいると思うんですけど、まあそれは行ってくれたらいいけど、自己責任なんで、まあ何とも言えないですけど、まあ今のこのなんか荒れてる社会で、まあ行くべきではないですね。そうですね。カナダももちろんアメリカとその条約があったりとか、そのあれで、それに基づいてやってると思うんですけど、はっきり言ってカナダもカナダで、その自分でその考えた方がいいですよね。自分たち考えてから、このファーウェイの CEO の娘とか逮捕するんだったらしたらいいけど、なんか要請あったからしたとかだけだったら、なんか超無責任になっちゃうんで、そういう意味では、まあ、よく考えてやった方がいいですね。だからもうね、この米中戦貿易戦争だけじゃなくて、米中戦争になってて、それがもういろんなところで飛び火してるわけなんですよ。だからこうなっちゃうと、もうめちゃくちゃになって、来年からもう景気が悪くなります。なんかそういう、あれ、ファンダメンタルズにさせようとしか僕は 見えません。
なのでちょっとモチベーション低めでいきます。ありがとうございました。